QHD は HD の横に Y、縦に Y、全体で4倍の画素数。アスペクト比が16,9と横に長いので、QHD は WQHD とも呼ばれる。1440P のアスペクト比の比較 1440P は、ディスプレイ解像度が垂直解像度が1440ピクセル。P は、プログレッシブスキャン、ノンインターレースを表す。 1 4 4 0セルの垂直解像度は 720p の垂直解像度の2倍であり、1080p の3分の1を超える解像度がある。QHD または WQHD は画面アスペクト比は16、9、一般的に使用されるディスプレイ解像度は2560、1 4 4 0セルである。クワド HD は 1080p4K の グラフィックディスプレイの解像度として、スマートフォンディスプレイ、コンピューター及びコンソールゲーム等で使用されている。4.3の比率のコンテンツからマスタリングされた 1440p ビデオは、クマまたは2304,440などの1920、1440以上の解像度で画像のスケーリング、ウィンドウボックス、またはピラーボックスを使用して表示される。 ワイドスクリーンの16、9のアスペクト比の 1440p には2560、25 1440の解像度が必要である。北画2560、1920、またはレターボックス、スケーリング、またはウィンドウレターボックスを使用したより高い解像度で可能である。HDMI1.3 仕様の北画は ワイドスクリーン 1440p をサポートする。2010年に QHD コンピューターディスプレイが一般的に利用可能になり、同年、デルのデジタルハイエンドシリーズ U2711、モニタは 1440p ワイドスクリーンを備えた WQHD としてリリースされた。同じ年にリリースされた27インチの Apple LED チネマディスプレイ、 2011年7月から2016年6月に販売されていた Apple Thunderbolt ディスプレイもネイティブ解像度が2560-1440であった。2020年までに QHD はコンピュータゲームの一般的な解像度に拡張され、その解像度で高フレームレートをサポートする複数のビデオカードが利用可能になった。2021年の初めに、 リフレッシュレートの速い QHD ゲーミングラップトップが複数のコンピューターメーカーによって導入された。スマートフォンに関しては 1440p ディスプレイは 720p 高解像度の4倍の解像度であるためクワード HD として販売されることがあった。二千十三年十二月にリリースされたビバックスプレイ三 s は四百四十 p ディスプレイを使用した。 最初のスマートフォン。2015年までに 1440p は大手企業のハイエンドフラッグシップスマートフォンに広く採用されるようになった。2020年9月にマイクロソフトは Xbox シリーズ S が 1440p で 120fps をサポートすることを明らかにした。ウォルトン、デルウルトラシャープ U2711 クオリティハズ、A プライス。 アナンテック、2021年1月26日、閲覧。ウォーレン、NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti レビュー、インプレッシブパフォーマンスフォー3 9 9ドル、アナザーグレートオプションフォー1 4 4 0 p ゲーミング。ザバージ、2021年1月26日閲覧。エドモンズ、1080PVS1440PVS。 4KVS8K, which resolution is best for gaming? Windows Central 2021年1月26日、閲覧。f o r k n e r QHD Screens Might Be The Best t h i n g to Happen to Gaming Laptops in 2021 You Are Games Will Look Magnificent.The v e r g e 2021年1月26日閲覧。P. スマートフォンズ・ウィズ・クワド・ HD レゾリューション・ディスプレイズ。フォーニリーナ、2019年4月8日閲覧。オッポ・ァインド・7アンドロイドスマートフォン。PC ・ワールド、2019年4月8日閲覧。ドルコア、リメンバー、サムスン・ギャラクシー・ S5 ・イズ・ノット・ザ・ファースト・ニ・イフォーン。シーネット、2019年4月8日閲覧。XBOX シリーズ S、スペックス・リビールド。 1440p 120fps レートレーシングモアイグノ https www.igno.com アーティクルズ xbox シリーズ sspec 3ク,ク -1440p 120fps レートレーシングマイナス 512GB SSD 2020年9月9日閲覧ありがとうございます